はい、タンタンです。今回のハワイ開催ですね、大変貴重な珍しい一本が入ってまいりました。こちらになるんですけれども、これですね、ロゴをうまく見てもらうと分かる通り、こちらおそらくクマラエで作ったモデルになるかと思いますね。クマラエのロゴのまあ下の部分というかにもうそのまんまになってて、通常あのクマラエブランドだと上の方にもロゴがこう来るタイプが多いんですけれども、まあ、それはちょっと なぜか省かれててるんですけども、まあ、このヘッドの形でかなり上位機種に当時もあったんじゃないかなと思います。そしてなんといっても目を引くのがこのトップのコアの目ですね。ワンピースなんですけれども、これ非常に美しいですね。角度によってこうゆらゆらする感じとか、いかにもこのフレームの雰囲気が出てて非常にいいなという感じですね。でサイドとバックのコアもね、こんな感じでトップのようなねワイルドな感じとはまたちょっと違って、こう綺麗な感じのサイドバックのコア材になっております。こちら側もこんな感じですね。で全体にまあ非常に状態いいと思います。これ作ってた頃から考えるともう100年近くは経ってると思うんですけれども、これだけの状態っていうのはね、なかなか保てないと思うので、非常にまあそのあたりもモデルも貴重ですけれども、こういった保管状態っていうのも非常に貴重なんじゃないかなと思います。唯一直してあるようなところがですね、 ここですね。ここの部分は一回おそらく割れて修理をしてると思いますので、それぐらいですかね。大きなリペア跡というのは本当にそれぐらいになるかなと思います。でこんな感じで、あの音の方もですね非常に独特でして、ちょっと鳴らしてみますけれども、非常に年代を感じさせる音色かなと。かなり中域がやっぱ強いのかなと。で高音低音っていうのはそんなにこうダイナミックに出るっていうわけではないんですけれども、こういう感じで非常にこうなんていうかな、古いラジオとかね、そういうのから聞こえてくるような音色になってて、なかなか味わい深いものがあるかなと。こういうのが好きな人にはもう本当にたまらない、見た目も音もたまらない一本になってるかなと思います。なおかつそういった年代のものがこういう状態で出てくる機会っていうのは非常に少ないかなと思いますね。こんな感じです。もう本当に貴重な一本になるんじゃないかと思いますので、こういうね古いタイプ、本当にこう実用的にね使いやすいとかっていうことでは正直多分ないと思うんですね。そういうのはやっぱりもっと使いやすい楽器っていっぱいあると思うんですけども、逆にそういうのにはない味わい深さっていうのはこの楽器にはあると思いますんで、その辺ね、そういうのが好きな人っていうのは必ずね皆さんいらっしゃると思いますので、ぜひそういう方におすすめしたい一本になっております。ということでこちらの方、うちの方の番号で言うと 4-4 になるんですが、多分クマラエですね、クマラエのソプラノタイプですね。こちらの方1900多分10年20年代ぐらいなのかな
になるかと思うんですけれども、こちら店頭にこちらももちろん展示して販売しておりますので、ぜひね本当に一度この雰囲気見ていただきたい楽器ですので、お近くの方はぜひお越しいただければと思います。それではタンタンでした。